皆さんどうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。僕はね、YouTube 上でね、ゲームタイトル、ごちゃに縛りというものを一緒にね、やっております。プレイステ4、3とアザースマホのゲームを今度でやってます。今はね、このエンチャントイヤーもやっていますので、一応ね、あと、最新のゲームのシャーロック・ホームズとかもやっておりますので、もしよければ見てください。では、じゃあ、先進めていきましょう。氷の方に戻るんじゃない？やっぱ。寒いわね。ここ。寒いわね。ここ。マコトの言い方よ。氷ついてるな。なんだってな、一体。氷、古代、封印、ゴーレム。ねえ、アズマ。やっぱりこの先に進むのはアズマ。我が導きに従い。させれば道は開かれる。語りかけてきた。そんなことって。アズマ、一体どうしたの？大丈夫？なんでもない。さあ、先に進もうぜ。アズマ、引き返そう。きっとどこかに出口が。くどいぞ。どうや。ひょっとしたらシティの異変の原因が分かって、みんな助かるかもしれないんだ。それに、俺の右腕のことだって。アズマ。どうや、どうせこいつは殺したって死なないわよ。おうよ、行こうぜ。うん、あ、行くの？大丈夫？めっちゃつららが、マジで嫌やわ。出てきてほしいって言って、噛んでもうたけど、出てきてほしい時にねって出てこなくてね、大抵このゲームってね、ほんま嫌な時にしか出てこへんのよ。一人進めたい時にかけてめっちゃ出てくるっていうね。大抵そのパターンが多いな。なんだありゃ。ゴーレム。氷のゴーレムかしら。いや、こいつは生きている。こんな状態になっても。どうや。あつ。え、なにどうなってんのこれ。アズマ、ダメだ。離れへん。いやそれ。おお、目覚めた。目が覚めとる。氷のゴーレム。え、なにこいつ。え、うわ、生き返ってもうた。どうすんのよ。え、なんか怖いんやけど。え、大丈夫なんこれ。え、さっきのボスやんな。え、これ違う。え、どういうこと。氷のゴーレムやんなこれ。絶対そうやんな。倒すべき相手、それとも倒さないでもいい相手。アズマ、あんたどうやの邪魔になってんのよ。え、なに？え、倒すべき相手。面白い。え？レンちゃん？そう。一応ね、前回で終わって、ちょっとレンちゃんネートってるんですけど、え、嘘、やめてマジで。なんだか、あ、そう、気をつけて。こいつはただのゴーレムじゃない。そうね、なんだか超やばいって感じがするわ。そう見えないね、人間が千年の時でどれほど成長しながら教えていっちゃうな。はあ、どういうこと。ちょっと嘔吐していいかな。ちょっと怖いけど。あ、全然食らわん。いや、一応食らってる。うん、ちょっとずつ食らってる。よっしゃ、ウェイ。は？え？わー、これか無理やんか。うん。勝手に回復してた。無理やろ。ちょっと待ってー。こ入れなくてもいや無理やってだから千年経っても人間ならやはりこの程度のものか。悪いけれど時間もないからそろそろ片をつかせてつけさせてもらおうな。やはりこいつはそのまさかです。ゴールドゴーレムでした。終わったな。はっきりでこれ死んだな。その気する。えっもうそろそろ幕引き余裕があればもう少し遊びに行ってもよかった。うるせえからさ。ほら俺なんかに曲げるか。東どうしたどうした東。どうしたってのよ。右腕がまた急にくそなんだって痛い。その右腕なるほど面白いわねいやーなんかこの声好きやわ。やべえ敵の方やけどやべえ引かれてもうた。お前はひょっとして我が名はクイーン・オブ・アイス。私は神に最も近い存在。そうかつてデビルゴーレムと呼ばれた存在。デビルゴーレムデビルゴーレムって言えばあのゴーレム王の時代に生み出された最強のゴーレムたち。あんなのがここに封印されていたっていうの。その封印が解かれたってことは冗談じゃないわ。ゴーレム王がまた起きちゃうじゃない。ゴーレム王なんて怒らないさ。この僕がいる限りはね。人間風情がこの私に勝てるとでも思っているのかしら。やべえクイーン・オブ・アイスマジ好きやわ。さあねどうや待てよ俺も戦う冗談足手まといの単細胞バカは下がっててよなんだとかまことその単細胞の面倒を見てやって。放っておくと無茶して戦おうとするから。一人で戦う気無茶よトウヤ。相手はデビルゴーレムなのよ。魔導器のないデビルゴーレムが動くことはない。授業で習っただろう。これは法則だ。こいつだって例外じゃないはずだ。無茶をしているのは僕じゃなくてこのご立派なゴーレムの方さ。魔導器なしでどれだけ動けるのかな。5分1分そんな短い時間でゴーレム風情がこの僕に勝てるとでも思っているのかな。よく口の回る坊やね。お頭のいい子は好きよ。やべえクイーン・オブ・アイスの声めっちゃ好きやねんけど。おいでなさい坊や。効率気にされんねん。一緒に踊ってあげる踊るってこれどうや死んだパターンじゃねえ。あー絶対じゃないやかんやん出せるわ。えどうなるこれは。えええちょっと見えへんて。白すぎるから見えへんて。白すぎて見えへんて。デビルゴーレムなぜ神に最も近い存在と呼ばれるのか。魔導器ないんやろ要はもともと。それはこの無限の最高築能不死身の力のため。もっと今は魔導器の本来の力は発揮できていないじゃあそろそろ終わりにしましょう。えっ何ちょっとえ大丈夫え大丈夫おお 뭐라고? 우리? 아, 그래, 아츠모 아까부터 실버다. 미안해. 네.マジかー。起きろよ、トウヤ。何やってんだよ。起きろって。俺はお前に追いつくんだ。先に死なれてたまるかよ。人間って本当に愚かね。いや、やべえ、なんか好きやねんけど、こっちの方がでも悪いけど。コマンドと比べたら他の個体のことなど優先順位は格段に低いでしょう。どうや、おい、どうや、生きて。あら、この子、面白い素材ね。怒れ。可愛いお人形さんになりそう。話せ。あらあら。あなた、そのまま触れていると。大丈夫これ。この汚え手を離せっつってんだよ。おお、何かが。随分早いじゃない。これまさかと思うけどさ、このトウヤの右腕ってもうコロールゴーレムどっかっていうやつのそうせん。まさかね。いや、ゴーレムやろ。いや、子供作ることだから無理やろ。え、まあ、あなたではなくてあなたのお友達に用ができた。だから本業はまだずっと知ってるわけじゃない。また置いてくれるかしら。うるせえと絶対別にさせてんだろ。うわ、なんかめっちゃ HP 高いんやけど。え、EP もめっちゃ高いんやけど。え、何これ。デスオートキュア。何これ。うわ、すごっ。阻害している。無効化能力ということ。おお、当たり当たりってどういうこと。あ、違う違う、そこ違うかった。間違えた。あ、違う。あれ、ちょっと待って、ちょい。あ、そこ。オッケー。どうだ。うわ、すげえ、めっちゃ気持ちいい。うわ、アツマの能力やべえ。やばいって、ディスオートキュア。なんなんこれ、マジでさ。ちょっとマジで気持ちいいんやけど。うわ、やば。これやべえ、ワンパンできてしまうぐらいやばい。声が好きよ、声。さすがにやるまでテレ東が奈良付き通過しろ。奈良も出ると思う。ベラベラベラうっせんだよ。これで破壊してやる。だで、この後またユニットになる。時間切れ早かったな。やっぱりまだあなたには早かったよね。何？さようなら赤いお猿さん。そしてこんにちは青いお人形さん。ちょっとあんた、私の牢屋にその醜い顔近づけんじゃないわよ。私の顔が醜い？だってそうでしょ。醜いって言って何が悪いのよ。私の顔が醜いだと。やばい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 、誠まで言えろ。誠！うわあ、これはああ終わった。誠。無粋なおバカさんにはステージから退場いただいたわ。今日なんか憎まねえ、俺これ好きやわ。盛大なパーティーの始まりよ。どうや行くな。やべえ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 。え、これあとどうなんの。この先めっちゃ何が起こるのかわからんよ。ちょっと待って。ああ、みんな氷漬けにされていく。ああ、美しい。でもなんか好きかも、この悪役。なんか俺好きかもマジで。やばい。え？いや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 。ああやろほんま。やばってやばいって。こんなん無理に決まってるかな。ああ終わった。一発でやられてるかな。うわすげえ。うわマジ幻想的。いや言ったらあかんねんけど、言ったらあかんねんけど、いやマジで幻想的やねんけどほんま。え、あれなんか知らんけど時止まってる。すげえ。え、なにこれ。えだから、いやなんかめっちゃなんか怖いってこれ。うわすごっ、一刀両断やん。うわあっすげえ。入ってこれてかいつもあるのかな。違話が気になった。いつこのイベントが終わるのかな。やばいやろこれ。横浜シティ壊滅。でもってこの世界も終焉に向かってるんじゃね。凍りやしない。氷河期かっていうな。お？なんや？お、これイナウローディング出てきたってことは何か先進むんかな。なら今回はじゃあそこら辺までにしとくかね。ちょっとびっくりした。今回めっちゃびっくりすることが多すぎた。氷のゴーレム生きとって、かつ氷のゴーレムはトワヤを連れて行って、で誠は死んで、え、これは何？何これ。あ、そうや、オープニングでなんか流れてたやつ、流れてたやつ。お、可愛い子が倒れているで。トウヤが変になってた。トウヤが変になってたよ。いや待って、ちょっと怖いって、マジで怖いって。何この夢落ちは。今のは夢？あれは夢なんかじゃない。確かにあれは俺の。それにしてもここは一体。うん、全くもって分からん。右腕の新たな力が覚醒した。 EX サモンフェニックスを習得した。は？いきなり何それ。ちょっと待って、まあ今回はこれぐらいにして終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録と Twitter アカウントのフォローね、もしよければしてください。一応 URL はね、Twitter の URL はね、概要欄のところに貼っておきますんで、もしよければそこから飛んでフォローお願いいたします。では、さらば。